はるまるかサークル、実況を始めていきたいと思います。よっす、自宅にいてもやることがないため生徒会室にやってきたが、誰からも返事がない。誰もいないのかと思いきや、会長がいた。よう会長。会長は黙々と本を読んでいる。完全に読書モードに入っているらしく、全く反応がなかった。おーい会長。仕方ないな。会長、遊びに来たぞ。本の手前で手をひらひらさせる。反応がない。すごい集中力だ。会長、会長。耳元で大きな声を出してみるが、やはり無反応。仕方ない。非常手段だ。会長の方を優しくつまんでみる。会長、反応しろ。みかげくんですか。おう。いつの間にやってきたのですか？さっきから声かけてたの。全然気づきませんでした。うん。それはそうと。そろそろ手を離していただきたいのですが。おっと、そうだった。手を離してやる。そんなにつまんでいたら、頬が伸びてしまいます。柔らかかったぞ、会長のほっぺた。恥ずかしいです。会長が顔を赤らめる。ああ、悪い。こっちまで恥ずかしくなってきた。それで、今日はどんなご用ですか？いや、特に何も。あえて言うなら、暇だった。そうなのですか。会長は？夏休み中に300冊ほど読んでおこうと思い、読書をしていました。それは読みすぎというか、無理だろう。夏休みすべてを読書に当てても、毎日7、8冊読まないと達成できない数字だ。集中すれば、1日に15冊程度は読破できるので、十分に達成可能な範疇です。早すぎる。あれか、速読とかいうやつか。ですので、今日は読書で費やす予定でした。ただ、みかげくんがお暇だというのでしたら、予定を変更します。いや、いいよ。邪魔してもないしな。それでは、みかげくんも一緒に読書をしませんか？読書か。別に嫌いというわけじゃないが、好んで本を読む習慣はない。俺は会長が読書をしているのを眺めることにする。なんか、蔵などの琴美を思い出すような、そんな。それは楽しいのでしょうか？おう、楽しいぞ。多分。取り置いた本のストックが切れそうだというので、新たな本を図書室から確保してくることになった。どうせ暇だし、代わりに俺が本を取ってくると申し出たのだが、うわぁ、手がしびれる。すでに生徒会室と図書室の間を8往復している。会長に頼まれた本は一冊一冊がヘビー級で、なかなかに重労働だった。あれ？会長？部屋の中を見回すが会長の姿が見えなかった。しかし室内から本をめくる規則的な音が聞こえてくる。中にはいるみたいだけど。本の方に近づくと会長の姿が見えた。どこで読んでるんだか。会長は床に寝転び、一心不乱に本を読んでいた。会長、これで頼まれた分は最後だぞ。案の定会長から返事はない。
本の束を近くに置き、俺も床に座る。はあ、疲れた。会長の目を覗き込むと、かなりのスピードで眼球が動いているのがわかる。1ページ読み進めるのにおよそ10秒。恐ろしいペース。そのスピードでちゃんと読めてるのか。きっと頭の出来が違うんだな。会長はゴロンと転がって猫仰向けになったり、再びうつ伏せに戻ったりと姿勢を変えながら本を読み続ける。おーい会長、少しは人目気にした方がいいぞ。姿勢を変えたせいでスカートがめくり上がり、中が見えている。知らない人が見たら誘ってると思われても仕方ないぞこれ。だが会長、パンツを注目にしてあさりながら完全に無反応だった。なんで差分を用意しない。困ったやつだ。ああ暇だな。やることが終わってしまったので、あとは会長を眺めているしかない。少しからかってみるか。むくりといたずら心が首をまたげる。よっと。会長の背中に本を乗っけてみた。電話帳と同じくらいの分厚い本なので結構重いはずだ。だが会長は物ともせずに本を読んでいる。2冊目行ってみるか。さらに分厚い本を上に重ねて載せてみた。ちょっと苦しそうだが、それでも本を読み続ける会長。よし !3 冊目だ。2冊目の分厚い本の上に3冊目を重ねておく。苦しそうな声を出すものの、それでも会長は本を読めるのをやめない。読むのをやめ、どんだけ我慢強いんだか。こうなったら気づくまでやってみよう。これで4冊目と。三影くん、これ以上は厳しいです。潰れてしまいます。うわ、会長、気づいてたのか。当然です。こんなことをされれば気づくに決まっています。重たい。悪かった。慌てて会長の上から本を取り除く。苦しかったです。まったく、いきなり何をするのですか。いや、大胆な格好で本を読んでるからついひんな。大胆ですか。キョロキョロと辺りを見回し、会長がポッと頬をあからめる。私はいつの間に地面で。俺が最後の本を持ってきた時はずっとその格好だったぞ。あとはゴロゴロ転がらからスカートめくれてる。慌ててスカートを押さえ立ち上がる会長。見たのですか。この状況で見てないと言っても嘘になる。ちょっとだけな。ひどいです。それならそうと教えていただければいいのに。もちろん声かけたぞ。それでも気づかないから本を載せてんだ。なるほど。あれは私に気づかせるためだったのですか。てっきりただのいたずらかと思いました。8割98割はいたずらやろ。そうとは知らず、すみません。8割はいたずらやろ。いや、いいんだ。気にしないでくれ。言えない。
本当はただのいたずらだったなんて言えない。会長の善良な人柄につけ込む形になってしまった。よし会長。はい。今度一緒に飯食いに行こう。構いませんが、急にどうしたのですか？その時は俺が会長に何かおごってやる。いや、おごらせてくれ、頼む。はい。どこでも付き合うから好きなとこ指定してくれ。楽しみです。そう思ってくれるならこっちとしてもありがたい。終わりました。パタンと本を閉じる。会長はその後も読書を続け、本当に15冊を読み切ってしまった。もういいのか？はい、効率が落ちてきたので今日はここまでにします。会長は本をまとめて帰り自宅をおっしゃって。会長でも効率が落ちることってあるんだな。私も人間ですから、集中力には限界があります。俺みたいな凡人と比べたらほぼ無尽蔵だぞ。一日中絶え間なく本を読み続けるなんて苦行でしかない。私の師匠は日本語以外の本も含めて一日に30冊を読破することができました。それと比べれば私など可愛いものです。化け物かそいつ。毎日30冊なら1ヶ月で900冊へ読めることになる。にわかには信じがたい。だいたいそんなに読んでたら読みたい本が好きないか。正確には本ではなく論文を読んでいることが多かったです。論文か。どんなものかはわからないが、きっと俺なら一つで頭が痛くなりそうな内容だろう。準備ができました。行きましょうか。おう。少し気になったんだけどさ。はい。会長の師匠っていうのは一体何者なんだ？廊下を並んで歩きながら会長に聞いてみる。師匠は児童養護施設で働いていたボランティアの方でした。小さい頃、私が住んでいた施設へ定期的に来てくれていたのです。ボランティアが師匠？勉強のできる方だったので、いろいろと教えていただいたのです。それなら普通は先生とかだろ。師匠っておかしくないか？その方がある日突然、君は今日から私を師匠と呼ぶんだなどと言い出したので、そうなりました。変なやつだな。はい、変わった方でした。一時が万事その調子でしたので、施設のみんなからも変人扱いを受けていました。それでよくボランティアが務まるもんだ。おかしな人でしたが、明るく朗らかで好ましい人間性を備えていたのです。それにあの人は子供が相手でも決して侮ることはありませんでした。どんな人にも平等に接することのできる人でした。すげえな。人間は無意識のうちに色眼鏡をかけて人を見てしまう。平等に接するというのは口で言うほどたやすいことじゃない。はい、師匠はすごい人でした。あの人から勉強の楽しさを教わることができたからこそ今の私があります。私にとっては文字通りの師匠です。大切な人だったんだな。はい。会長の顔がわずかに曇る。その人いなくなったんだったか。突然ボランティアを辞めてしまい、それきり音信不通となってしまいました。方々に連絡をして行方を調べたのですが、結局わかりませんでした。そっか。師匠として慕っていた人の突然の失踪、きっと会長にとってはショッキングな出来事だったんだろう。ずっと知りたいと思っていました。なぜ師匠はボランティアを辞めたのか、師匠はどこへ行ってしまったのか。もし過去を知ることができたなら、その謎も解けるのではないかと思っていたのですが。
だから会長はカルマルカに興味があったのか。今でも行き先はわからないのか。わかりません。ボランティアを辞めるのと同時に引っ越してしまったようで、連絡を取る方法は残されていませんでした。どこかで元気に暮らしているのなら構わないのですが、せめて無事でいるかだけでも知りたいです。何のヒントもないのか。師匠のご両親に連絡を取ったのですが、ご両親も行方はわからないとおっしゃっていました。誰にも行き先を告げずに外国へ行ってしまったようです。そりゃあ見つけようがないな。この広い世界のどこかに紛れてしまったたった一人の人間を見つける、そんなこと砂漠から一隅の砂金を見つけ出すのに等しい修行だ。会長は口を引き締め、引き結び、黙って歩いていく。きっとどっかで元気に生きてるさ、そう祈るしかない。そうですね、神の存在には懐疑的ですが、それでも祈っています。それ以外私にできることはありませんから。そう告げると会長は夕闇の広がる空を見上げた。君、年はいくつだい？ノリノリしてきたな。ノリノリしてるわ。ノリノリしてるわ。ある日、私の住んでいる施設に初めてのボランティア職員がやってきた。その人は施設の中でいつも一人だった私に近づいてきて、いきなり年齢を聞いてきた。11歳です。おお、それは素敵な数字だね。素敵ですか？11は5つ目の素数で、多くの回分数を作り出してくれる。しかも、偶数桁の回分素数は11しかないんだ。ところで君は、素数を知っているかい？私は夏目小読みと言います。あなたのお名前は？初めての人とは最初に名前を教え合うこと。私はそう教わっていた。だから名前を聞いたのだが。名前はどうでもいい。それよりも素数を知っているかどうかの方が重要なんだ。さあ、教えてくれ。素数は知っているかい？その人の第一印象はおかしな人だった。素数なら独学で学びました。私は小さい頃から物を覚えるのが得意で、何学年も上の勉強を自主的に行っていた。そうか。それなら素数の話をしよう。そう言って、その人はニットを洗った。それから長い話が始まった。素数の面白い特性や意外な一面を、その人はさも面白そうに語ってくれた。理解できない話も多かったが、私が引っかかるたびにその人は懇切丁寧に解説をしてくれた。夢中で話を聞いていると、いつの間にか夜になっていた。いろいろと教えていただき、ありがとうございます。楽しかったかい？はい、とても。そうか。だとしたら君は、世界に愛される人になれるよ。愛される人ですか？この世の摂理に向き合う者は、世界の息吹を感じ取ることができる。私たちは皆、愛されているんだ。いいえ、私は愛されていません。私はいつも一人だった。誰ともうまくなじめずに、いつも一人で遊んでいた。壁の模様が繰り返す数を教えたり、数えたり、雲の形を分類してみたり、そういう遊びを一人でしていた。
そんな私のことをみんなはおかしな目で見てきた。大人も子供も。誰かが私の悪口を言っているときは本を読むことに没頭した。そうすれば何も聞こえなくなるから。悲しい思いをせずに済むから。その時だけは全てを忘れて違う世界に浸ることができるから。どうして愛されていないとわかるんだ？私は一人だからです。誰もそばにいないことが、その証拠です。君は、その状況に満足しているのかな？満足は、していません。それなら大丈夫だ。君は愛される素質がある。笑顔でうなずく職員の人。よくわかりません。どういうことですか？ふむ。では、それを宿題にしよう。来週、私が来る時までに考えておくといい。それでは、さらばだ。私が初めて師匠に出会った日、師匠は結局、最後まで私に名前を告げずに帰っていった。美味しかったです。そりゃよかった。会長おすすめのラーメン屋で昼食を食べ終え、店から出てきた。三影くん、ごちそうさまでした。約束だったからな。今日の支払いは俺持ちだ。これで数日前にしたおごりの約束をようやく果たすことができた。会長はこの後どうする？少し歩きたいです。じゃあ俺も付き合うか。はい。腹ごなしも兼ねて二人で辺りをブラブラと歩く。そういえば昨日師匠の夢を見ました。へえ、どんな夢見たったんだ？素数の話をしました。ああ、そういう関係な。素数なんて素因数分解で使うとか、その程度の知識しかない。師匠はいつも、素数とは世界に繋がっている数なのだとおっしゃっていました。よくわからないな。はい、私もよくわかりません。へえ、会長でもわからないことがあるのか。素数を扱う整数論は、師匠に出会ってから学んだものですが、未だに謎が尽きることはありません。奥深い研究テーマです。あのよ、素朴な疑問なんだけどさ。はい。素数とか整数論とかいうのが数字を扱う学問だってのはなんとなくわかるけどさ、それって一体何の役に立つんだ？基本的には何の役にも立ちません。理系人間が研究するのは好奇心が8割9割だぞ。は？立たないのか？かつて数学者のガウスは、数学は科学の女王であり、数論は数学の女王であると言いました。女王ってことは偉いのか？いえ、偉いという意味合いで比喩に用いたわけではないと思います。詳しくは不明ですが、数学は他の学問における命題を抽象化、順化することで成立します。そのシンプルで無駄のない美しさを女王と見立てたのかもしれません。数学が美しいって言われてもな、俺にはよくわからないセンスだ。女王の美貌は多くの領民から集めた富で成り立っています。しかし、その美貌が領民の役に立つことはありません。数学は他の学問分野の成果を応用し発展してきましたが、その逆はさほど多くありません。私たちの実生活に影響のある形で数学が応用されることは稀です。女王役立たずだな。そうですね。くすっと会長が笑う。その笑顔がやたら可愛らしくて落ち着けない気分になる。まあなんだ、それよりさっきガウスとか言ってたけど。はい。
磁石の強さをガオスっていうのは知ってたけど、人の名前だったのか。今はガオスではなく、テスラを用いることが推奨されていますが、テスラも人名ですね。人の名前が単位になると不思議だよな。そうでしょうか。例えば会長が何か新しい発見をしたら、一子読みって言うのと同じだろう。はあ。もし一子読みがあったとしたらどんな単位だと思う。想像もつきません。子供の相手するつもりならこれくらい答えられないと、うん、ほら、なんか考えてみろ。ヒントをいただけませんか。なんだよヒントって。例えば一子読みラーメン何杯分だとか。私をラーメンの数に還元するのですか。ラーメンと私を熱エネルギーに換算して比率を求めればいいのでしょうか。子供は熱エネルギーなんて言われてもわからないっつうの。では体積比、質量比、あるいは想定される私の生涯給与をラーメン一杯の平均価格で割れば。まずはその数学のを捨てろ。もっと適当でいい。気を楽にして一子読みは543ラーメンです。なんで子読みなんちゃって。おお、うまいな。座布団1枚やろう。本当ですか。今みたいなネタなら子供でも喜ぶんじゃないか。なるほど、こういう感じなのですね。理解しました。うんうんと何度もうなずく会長。子供攻略に向けて確かな感触を得たようだった。はぁ、あ、美味しいです。ということで本日の実況はここら辺までにしようかな。ご視聴ありがとうございました。